木原防衛大臣は昨日午後、臨時の記者会見を開き、うるま市のゴルフ場跡地に陸上自衛隊の訓練場を整備する計画について、住民生活との調和は不可能などとして、土地の取得を含め計画を断念することを表明しました。これについて玉城知事は次のように述べました。政府においては地元の実情を踏まえ、賢明な判断をされたものと受け止めております。やはり計画ありきというずさんなものだったと言わざるを得ません。また玉城知事は、防衛省が本島内の別の場所で訓練場の整備を再検討することについては、具体的な利用方法など説明内容が二転三転する状況では県民の賛意を得るのは難しいとの考えを示しました。